アリさん。面白い鏡を持っているな。どこで手に入れたんだ？え、あ、おい！お待たせ、ご飯よ。アリサちゃん、もうご飯なのにどこへ？なんだ？あ、もうアリスンちゃったら。ご飯！アリスンなんてほっとこうよ。そういうわけにはいかねえだろう。少しぐらい我慢しろ。姉ちゃんもクロウもアリスンの味方ばかりするんだよ。別にアリスンばっかりじゃねえっつーの。どうした、アル？いや、先ほどから妙な胸騒ぎがしてな。胸騒ぎ？わらわの断片に関わるかとも思ったが、それにしては気配が薄すぎる。わからん。見てるんだよ、アリスン。貸しなよ。やめ。
なんだ鏡か、つまんないの。ブスのくせに鏡なんて見るんじゃねえよ。やめて、返して。嫌だよ。ほら、パス。ほら、返して欲しかったら捕まえてみろよ。危ない。ほら、コリン。やーい、バーカバーカ。やー、返して。こんな鏡割っちゃえ。間違いない、わらわの断片だ。教会の方角だよ。だが断片ならばわらわが見落とすはずがない。なぜだ。とにかく行くぞ、アル。わかった。マギウスウィング。見えた。
キッチャども。クロウちゃん、アリスちゃんが。なんじゃこりゃ。アリスン。クロウ、あの娘が持っている鏡を見ろ。ニトクリスの鏡に関する記述か。ニトクリス、伝説に名高き古代エジプトの女王だ。彼女の会は魔法の鏡を通して暗黒界の一端を垣間見ていたというが、あの娘、実体化した鏡に疲れたの。疲れたって、あの化け物どもは。魔力を持って実体化させておる。放っておくとどんどん増えるぞ。なんつう厄介な。来るぞ、意識を集中させろ。うっとうしい。叫んな、ゲッシュイ。アリスンの想像から生まれてるなら、なんでこんなに不気味で攻撃的な化け物ばかりなんだ。アリスンの心が歪んでるとでも。むしろ鏡の方が歪めておるのだろう。いや、それだけか。こんなクソ。
ない。大丈夫かい、ナイカさん、ガキンチョ。うん、でもクロウちゃん、なんて子供の上層教育に悪い殺し方を。お前、いや、だからドンマイって、いや、まあそれより、ああ、アリス、アリス、その鏡は危険だ。俺に渡してくれ。
じるな。傷は浅い。お前が答えるな。まあ、そんなことより。やはりな。何がだ。鏡の力ばかりではない。あの凶暴な化け物どもは娘の心の現れ。他者を拒絶する心が顕現し、人に牙を剥く。そんな。こっちのセリフだ。クロウちゃん。何があったのか包み隠さず話しやがれ。隠していて、それでアリスの身に何かあってみろ。その時はお前らただじゃ済まさないぜ。ジョージ、コリン、どうしてアリスに意地悪をするの？アリスはここにやってきてまだ間もないんだから、ここではあなたたちはお兄ちゃんなんだから優しくしてあげなきゃダメじゃない。だってアリスちゃんだって今まで一人だった。二人ならそれがどういうことかわかるでしょ。しっかり頼むぜ。
ライカさん、飛んでいくからおんぶだ。え？はい。じゃあライカさん、しっかり捕まってろよ。